続いてのふつおたです、はい、ポジティブネームパパイヤサチオ。何それ分からない、なんかいろいろ瞑想してるけどね、ここね、千葉県柏市の方です。神谷さん、 D さん、こんばんは。走りすぎ、前走りすぎ、うん、そうだね、トップランナーすぎ、うん、神谷さん、 D さん、こんばんは。最近父が臭いです。ニンニクのような、酒のような、カレー臭のような、父はどうやったらいい匂いになりますか。うわー、14歳です。14歳。おーい、14歳走ってんな。14歳の娘にさ、お父さん臭いって言われたらちょっとショックだな。これきついですね。まあまあ、お互いにね、娘もいないですけど、うん、こう、 うわー、お父さん臭いって言われたら泣くな。俺ね、あれですよ、だ、靴下一緒に洗ってもらえないですよ。うわー、お父さんのパンツ一緒に洗わないでとか言うんだ。 うわー、俺かショックだわ。言うね、こんなこと言われたらね、お父さんがどんだけショックかってことですよ。うん、ね、残念ながら僕、あの、パパイヤ幸男さんの気持ちになって考えられない。言われてるお父さんの気持ちになっちゃうからさ、当然娘とかいないんですけれども、うん、絶対娘とかできたら可愛いに決まってんじゃん。なんか本当に可愛がりそう、猫可愛がりな感じがする。もうそんなさ、うん、すぐ携帯持たせるよ俺。うん、あ、 GPS 携帯を、当たり前じゃ、どこにいるか逐一チェックですよ。うわ、めんどくせえ、お父さん。めんどくさいとか言うなよ。だってなんで、それは自由に、こう、なんだろう、自由を謳歌できないじゃないですか。娘さんが14歳にもなったらね、いろんなとこ行きたいですよ、やっぱり。いや、一緒に行くよ。一緒に行くんだ。パパも一緒に行くよ。うっせえ。うざくない、うざくないパパになるから。じゃあ、うざくないパパになるから、それでいい。え、なんで可愛いし、可愛くなってんな。だって臭くないようにするよ。じゃあ臭くないようにする、例えば、うん、どうするんだい。わかんないけど、なんかフレグランスですよ。そんなものでごまかせないカレー臭が出てくるわけですよ。水に出てくるわけですよ。カレー臭は止まらないですよ。カレー臭っていうとさ、なんかすごいスパイシーな感じがするけれども、カレー臭って加わる年の匂いって書くんですけれどもね。はい、神谷さんだってしだしますよ、そろそろ。いや、しない、俺はしない。そんなこと言わないで。もしかしたらしてっかもよ。してねえよ。必死に隠すよ、頑張って隠すよ。娘に嫌われないように。あ、そうそう、あのね、ちょっと今思いついたのは、何、ひろしさんの娘と、もし僕が付き合ったら、うん、絶対嫌だよ。なんで、なんで、嫌に決まってんじゃねえかよ。大事にするから。大事に、あ、冗談じゃねえよ。なんで小野くんに自分の娘をやらなきゃいけないの。いないんだけどさ、なんでいないのにこんなエキサイトしてるかわかんないけど。いいね、ひろこ。やだよ、なんでひろこって名前なんだよ。そんな名前じゃないふうにするよ。ひろこを僕にください。ダメです。なんでですか。絶対嫌ですよ、そんなもの。だ、ちゃんと食わせますから。いやちゃんと食わせていくから。俺頑張るから。やかましいわ、絶対嫌です。マンションとか頑張って買うから。一戸建てを買ってくんなきゃダメです。あれで、お父さんと同居です。二世帯。二世帯です。二世帯はやだ。え、なんでダメ。じゃあダメですよ、下打ちすんなよ。仮にも先輩ですよ、しかもお父さんですよ。それに対して下打ちですか。お父さんであり先輩であり、そんなやつにはやれねえな。じゃあお母さんに頼むよ。お母さんもいねえし、ねえしね、妄想が。はい、ひどいな。なので、はい、引き続きラジオの前のあなたからのストーリーお待ちしております。はい。